あ、新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます、ね、もう、2022年の初っ端の、はい、バイスファクトリーのアンドロイドの動画になっておりますけどね、しょうもない動画お付き合いいただいております。今日はタさん、はい、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあちょっとね、年も明けましてですね、いや、おめでとうい。いや、あのね、僕すみません、はい、ちょっと年明け早々っていうか年末年始の休みで、かみさんからSNS 禁止って言われてたんですよ。もう本当ね、ツイッターの方も全然ね、ツイートもできなくて、死んだんじゃねえかなと思われてたんじゃないかなと。だから今日やっとつぶやきを始めまして、いやー、だからそのね、SNS も禁止って言われてたのが、なんかもう一日中俺がさ、なんか SNS ってなんか仕事みたいになっちゃうから、せめてね、家族と一緒に過ごす正月ぐらいはもうスマホを捨ておけと言われて、僕もそれで結構ね、嫌な顔されてますね。え、だそういうのあるから、俺もちょっと、あ、そうかと、ちょっとね、正月ぐらいはと思って、スマホをそっと置いて、でちょっとね、やっぱり正月というのも走りに行きたいなと思って、はい、トレーニングに行ってくるよって言ったら、スマホ置いてけと言われて、ああそうなの、いやいや、持ってったらどうせやるだろって言うから、いやーっつってスマホ置いてたんですよ。なるほどね。そしたらね、なんかいつまで帰ってこねえんだこの野郎つって電話じゃんじゃん入れたらしいんだけど、いや、お前が置いていけって言うから置いてったよつって。もうむちゃくちゃやと思ったらさ、かみさんさ、文句言いながらスマホでゲームやっててさ、もうむちゃくちゃでござるという正月を過ごしておりました、はい、もう無事生きておりますね、はい、でまあ、本年も、よろしくお願いしたいなという感じでございますけども、ね、まあなんかどうですか、今年2022年の抱負なんかとかね、はい、まあ、炭酸の方は何かあるんですか。いやー、そうですね、僕は、はい、今年はね、まあ、なかなかたくさんバイク乗りたいなと思うんですけど、お金もね、お小遣いでやってるんで、なかなかだよな、で仕事もね、結構なんか、なんとか重い責任のあるポストに、こう会社がこうやろうとするのを、なんとか休みを確保するために、うん、そうね、とかね、まあ、ますますそうなっちゃうと、怪我もできないし、みたいなところでね、難しいはあるんですけど、うん、ちょっとね、動画の方も頑張って、もう少しバイク乗れる機会を増やしたらいいなみたいな、やっぱり今年もバイク三昧にして、皆さんに動画をお届けするような活動をしていくと、うんうん、まあ、でもちょっとお金貯めないとダメだな、そんな気がします。なるほど、頑張っていただきたいという感じです、まあ、そしてね、ワイスファクトリーに関してはですね、いや、もうまあね、長年ご愛顧いただきましてなんつって、ちょっと昨年末に動画もやりましたけど、はい、まあ今年ね、激動の1年がスタートいたしましたので、心の準備はねしつつ、まあ、やっぱり相変わらず JSXR で練習に行ったりとか、はい、まあちょっとね、まだ発表はしておりませんけども、新しい相棒とツーリング動画みたいな、はいはい、楽しくバイクってこう乗るとかっこいいんじゃないのみたいなのをね、お仲間さん、まあ、これから初心者とかね、これからの、まあ、なんかほら、バイク女子も増えてきてるみたいだから、オートバイの楽しみ方っていうのは、ワイズファクトリー流のものをご提案していきたいなと思ってるんですよ、そこも頑張っていきたいなと、ちょっと動画に力入れていく1年になるんじゃないかなという感じになってるんですけど、この動画はね、まあ、その。町の潰れそうなバイク屋がなんとか生き残るためにっていうね、それそこにもう一つ加えて、そうですね、立ち退きを迫られてるバイク屋がどうなっていくのかみたいな、なんかそんな、嘘、そうね、そんな局面になってきて、まあまあ、なんか、はい、なんかみたいな、でもそう、まあ当然だから動画の内容を面白いものにしなくちゃいけないんだろうけど、うん、ちょっと動画は一つキーは握るかもしれないですよね。うん、いや、もうね、だって生き残るために、YouTube でこうやってね、動画で配信させていただいて、っていうのが最初のきっかけでしたよ。
本当にね、なんかもう本当シーラカスみたいな原付屋さん応援してくださいって始めたのがきっかけですけど、いよいよ本腰入れてそうなったかなっていう。じゃあなかなか結構ね、あ、じゃあ引っ越ししますなんつったって、うん、ここの片付けもあれば、そうね、まあ移転先のね準備。そう、まずだから移転先がまずさ、俺のやりたい場所が近くにあるのかっていうこともあるでしょ。で、なおかつですよ、結構そのラーメン屋さんがさ移転なんかしたりしたらさ、うん、あのあそこのラーメン屋さん、あ、閉まってるっつってさ、うん、あのどこに移転したのかなっつって本気ですぐ探すと思うんだけど、うん、バイク屋さん、あ、閉まってるっつって、まあいいか、まあね、結構ね、本気で探すまで結構近くにバイク屋さんねえかなって探すのが普通かな。結構ね、だからそのそうだね、ワイズファクトリーなくなっちゃったって一生懸命探してくれる人がどれぐらいいるかってことだよね。まあ、すぐいずれ探すとは思うけど、結構時間かかると思うんだよね。そうするとひょっとすればね、あの半年ぐらいほとんど無収入みたいなことを考えるわけでしょ。うっそそうするとやっぱなんかね、あの動画頑張ってちょっともうちょっと見入りにしとかないとまずいんじゃないのみたいな話も、まあ、出てきますわね。そんな動画って稼げる？いや、わかんないけど。だけどこれひょっとしたらあれでしょ、あの今まではバイクや YouTuber だったんだけど、これただの YouTuber になる可能性ありますかね。あ、まあね、バイク屋さんの肩書きが外れてただの YouTuber になってしまう。まあなくはないね。ないですよね。そうね、いや、まあそうね、方向性としては、いや、もしかしたらほら、その本当にここがね立ち退きになるんだっていうことになれば、はい、まあ、私廃業もあるかもやって覚悟をしてますんで、はい、だまあどうだろうな、ちょっとまあ冗談はさておき、はい、まあ、できることは一生懸命、まあもちろん動画もそこに含まれますけどね。あ、まあいずれにしても動画ね、楽しい内容にしていかないと、まあ、まあそうですね、そんなに悲壮感しょってやってるわけじゃないですよ。はい、だってここ取り壊しになるのは秒読みだから。いずれにしても、ね、建物の老朽化もありますんでね、まあ、あとはだからまあここを立ち退きだなんて言ったら新天地求めてね行くのか、もしくは、まあ、年末にもお話しましたけどね、あのいろいろと組み合わせて違 う, こう複合的にやっていくのか、まあ、バイク一本で、ね、やれればそれが一番いいですけど、まあ、もちろん生き残るためにいろいろやっていこうとは思っております、はい、そんな感じですけどね。なんかね、あの動画をご覧の皆様にも、うん、まあ、助けてくださいとは申しませんが、はあ、まあね、チャンネル登録していただいて、あのなんかコメントなんかでもね盛り上げていただければっていうところでは、いやー、まあ、助けてください。だからそれでちょいちょいそれでちょいちょい炎上してるバイク女子とかもいるで。あ、なるほどなるほど。まあそうね、なんかね、あんまりだからね、なんかかわいそうにとかって思われるようなもので応援してもらってもしょうがないんで、まあ楽しくはやってきたなと、この動画もこう見てたいなと思っていただければいいかな、ね、そんな動画をやらなきゃいけない、ね、いや、そもそもね、うちみたいなねバイク屋がね、いや、バイクの話しないでよくここまで来たんだなって。まあそういったのもありますので、ね、はい、まあまあ、結構だがゆえに今応援していただいてるお仲間さんなんかもコアなね方が、まあ、応援していただいてるんだろうなと思いますんでね、もう本当にもうこうなったらね、僕の最後最終章まで応援していただいてお付き合いくださいというようなお話でございます。まあ、2022年ね、まあ、難儀な船出が始まったと思うんですけど、まあ、明るく乗り切っていきたいなと思いますんでね、まあ、幸い僕もね助けてくれる仲間とかお仲間さんが大勢いるんで、一緒に頑張っていきたいと思っております。頑張っていきましょう、頑張っていきましょうね、よろしくお願いいたします。ちょっと短い動画ではございますけども、今年の抱負をね、新年のご挨拶をさせていただきました。あの、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、企画曇りなきまなかで見届け、また次回今度もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。